こういうそ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 う,そうまあもう,、ね、もうやばいっすねもうそそそううう当たる気配がないと、はい、おいい <laughs> けましたねてけてけゴルフチャンネルの公式 LINE を開設しましたこの公式 LINE では普段表では話せないことや限定コンテンツなどを配信していく予定です裏話本気でゴルフがうまくなりたい方はぜひ概要欄から登録をよろししくお願いしますよろしくお願いします ははい皆さんこんこにちはトゲティゴル桜です今日もよろししくお願いします今日の動画は「3日前かな1ミリもダフらない」っていう動画を上げて、はい、非常にねこう視聴回数が多かった動画があったんですけどそ,す、ね、まあそのコメントの中でやっぱどうやったらダフらないの、まあ、一応解説してるんですけど、はい、やっぱ皆さんにねこう分かりやすいドリルが一番いいかなと思ってそうですね、まあ、ちょっと今日説明しようかなと思って、はい、教えていこうかなと。 はいまあ、前回はその右肩が下がっていいですよと、うん、右肩がでも下がるけども右肩が下がる前にヘッドが先にいっとってくださいと、はいはい、右肩下がってヘッドがいかないとこれが振り遅れの原因になって結果ダフってますよと、はい、ダフに繋がってるんですよという動画だったんですけど、うん、ちょっとある一つのドリルをやることによって、はい、ういった原因でダフってるっていうドリル一発で、はい、まあ見たことがあるかもしれないですけどね。はいを あるんで、それをちょっとやっていきましょうか。まあエッチャができるかわからないけど、確かに。ちょっとやってみます。はい。じゃあまず何番これ？八番です。あ、八番か。はい。八番で膝立ち。膝立ち。はい。これですか？そうです。これをちょっともうね、売ってほしいです。わかる。むずい。わかるよね。もうそんな期待してないです自分でも。 1>, 1万円から始める不動産投資え、じゃあ俺も始めよっかなそれがグッド不動産のビギナーズクラウド会員登録は今すぐスマホからグッド不動産 <laughs> やるよねやるよねって感じです <laughs> だ今の結構ダフったね結構前から入ってますね、うん、じゃあもう一回かあの向こう見てもらってちょっと説明するけど、はい、この前のダフリのね原因でも言ったようにテイクバックしました で右肩はやっぱ高い位置から来ないですよと、うん、こうは来ないですよ低い下がってきますよと、はい、でこの時にクラブが早めにぴょんってこういくぐらいでダフりませんよって言ったじゃないですか、はいうん、悪いのはこういう感じで、はいね、ずっとこう来てないクラブがそう,です、ね、そう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 こ,この形今の腕の使い方とか体があるでしょ、はい、こういう形、はい、をもう一回膝立ちでちょっと打ってもらいたいんですよね。 これを、そう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 ,そうまあ今やっただけでも分かるけどもうそれダフ5 0ンチ以上そうめちゃくちゃダフル。こういう感じですそうちょっともう一回打ってれるそれで今のイメージで膝立ちでじゃあもうダフルダフっていいそうそうそうまあもうダフルしかないけどそれはもっとダフルかもね もうやばいっすねそうそうそう当たる気配がない当たる気配がないとでそれをじゃあもう一回構えてもらって上がってきますどうしたらって言ったらそうですねもうこんなイメージでいいですよと右肩がこのぐらいの時のヘッドはここまで行ってきなさいとからこういう感じそうそうそうこれをちょっとそうイメージ的にこの横振りであればああもうそんな感じよねヘッドだけが 早めに行くっていう,、はい、そう。これでちょっと次じゃあ打ってみましょう、ね、もう一回 <laughs> 難しいよいや結構難しいです難しいよまだダフる要素があるってことですおい <laughs> いけましたね <laughs> そう 今結構早めにヘッドをこう使えたんやけど、はい、これができてる人っていうのは。ダフりにくい人が多いです。はい。うん。俺やってみ。お願いします。これはね。プロゴルファーは、はい。絶対,に絶対できる。絶対できる。はい。絶対にできる。そんなハードル上げていいですか。いや、絶対にもう。う <laughs> やった。<laughs> 使いますよ。使えない。使わない。今使わない。 もうプロゴルファーはこんな、ねはい、もうすぐできますすぐできちゃう、はい、ちょっとハードル上げたかな大丈夫かないくよおお<ー>今日まあまあ上がったっしょすごいっすねはいこれはねそんな上がるもんなんですか上がります<ー>いい打ち方したらもうダフルどころかクリーンに打つことがでこれはやっぱ結局今言ったように遅いと はい、もう体っていうのは平行にこう回らないんで、はい、右肩が高い位置では回らないんで、うん、絶対下がってきますヘッドが遅れてきたらもう今これね何十十セセンチかな三 30cm、はい、前でダフル、うん、これが実際の体と腕のバランスっていうか、はい、使い方のタイミングどこでクラブをこう先に行かせた方がいいかなっていうちょっとこう分かりやすい練習方法。確かに、うん、これねみみんなやってみたら 大回ダフルだってもうちょっとでもこうきた瞬間にそうすごい1 0ンチ1 5ンチダフるんでそうそうそう,そうね今言ったようにうこうきた瞬間におし,おしまいですもうあの時の動画でも言ったように右手でパチンってこっちでヘッド、うん、こういう感じで、はい、使いましょうっつったら意外とダフルズ入ったって、はいこの使い方の究極バージョンがこれバーは浮でするから意外と すぐできる確かにそうですねそうアイアンでこれは結構難しいです結構難しいですねうんってことですじゃあこれやるにあたって、うん、一番いい球、うん、多分これすごくアップライトで打ってるんで、はい、手元低くして打ってるんで、はい、左にはいくと思うんですよ、はい、右には多分いかないいかないです左で普通の球ぐらい、うん まあ、そこまで上がらないけど、うん、普通の球の半分ぐらい上がれば、ちょうどいい,い。うん、そう、そうね、まあ、ちょっとそれよりも低いかもしれないな。うん、やっぱりね、今言ったように、ラ角がこうやって構えちゃってるんで。はい。はい、絶対左にはいくけど。そう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 。だから、発揮きりったら、これ。あの、つま先上がり。究極の。つま先上がり。つま先上がり。を。打つ。打とうと思ったら、はい、本当に。ぶっちゃけ、ここにあるクラブだ。ボールが高いわけじゃないですか。はい、今と一緒で。 近いわけなんで、これパチンってこう、うん、腕だけでしないと。つま先上がりはほぼ打てないです。はい、うん、これが逆に左にフックするだろうと思って。こうやってダフってきたら手前から逆に入っちゃって右バーンってこうわ、はい、かります。わかりますね。抜けてしまうので、つま先上がりのあの練習方法にもうん。うん、確かにかなり良くなるです。こう。これができたら正直長いウッドとかでもできますから。 そうなんですねでも長いウッド <laughs> ちょっっっとややててみるやってみるますか長いウッドでこれできたら神本当に5番ウッド、うん、5番ウッドで長いクラブでこれできたら <laughs> 本当<に>下下に置いとってね神よこれは皆さん分かりやすいドリルなのでぜひね皆さんちょっとね練習場行ったら後ろの人たちが いると危ないんで、そこはちょっと注意してもらいたいですけど。周りを気をつけて。はあ,あ<ー>惜しい。<laughs> でもダフってはなかったですね。<う>ダフってはない。もう本当にイメージこの辺で返してるぐらいですよ。よね。ねおーいいね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 。いいねいいねそこそこ。いいね。 今のいいけどちょっとフェースが開いて右いってるだけだからうまいやんいけるじゃないですかえっちょっと足して <laughs> ちょっとてこれ,これ俺久々するこれ結構難しくない難しいですまあねこれで失敗したら終わりだなうわ高いいいやまあでもねこういう、はい 長いクラブでも打てれるるよううにななったら結構良くと思確かに今これもっと思ったのがやっぱりフェアウェイウッドってこうやって入れたくなるんですよ当たるのが怖いからこれまさに今やっちゃいけない動き違うんですよねこれをフェアウェイウッドでもできるようになったらもう多分ロングのセカンドもとりあえず楽でグリーン近くまでも行くしバーディー率増えますよね。確実 ならもうこうねこう切り返しからこういうのはまだ早いですみんなそうですねそうですプロとかはヘッドバンって使い方がうまいんで、はい、よくみんなこういう素振り見ますよね、はい、いいんですけどうん、うん、アマチュアの方はやっぱこうヘッドの使い方がやっぱりそこまで上手な方がやっぱりどうしてもいない方が結構多いので、はい、まずは僕らでもそのプロでもここをパンってクリアしてからああいう素振りのイメージになってるんでここをね、はい、2 1回。 めちゃくちゃ多分アイアンで膝立ちの地面から置いたやつ <laughs> ダフると思う僕これ正直今結構うまくいってるんですよ最初に一回省吾さんにやってみって言われた時は一番最初ね本当に当たんないし<う>10球やってもそうねだからこのイメージと意外とヘッドってこんな使っていいんだなそうですねのをあの自分の体に埋め込んで、うんうん、そうすると本当にダフらなく。 なりま,すまあダフるよダフるんだけどやっぱこう確率がねダフる確率がぐんとこう下がると、はい、なんかもう本当にめっちゃダフって20ヤードしか飛ばなかったみたいな、うんまあ、そういうのはなくなってきますねもうこれスコアにねかなりつながってくるんでぜひ、はい、ね皆さんあのねさっきも言ったようにちょっと練習場ちょっと後ろにできれば人がいないとか前にも人がいないところでできればやってほしいです かもしれないので、はい、はい、そこら辺はしっかり注意しながら、えー、このドリル試してみてください。はい、めちゃくちゃ面白い結果になると思います。ですね。はい。ではまた皆さんぜひこの練習試してみてください。今日もエイちゃありがとうございました。ありがとうございました、えー。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。誰でも気軽にスマホで不動産投資。え、じゃあ俺も始めようかな。それがグッド不動産のビギナーズクラウド。1万円から始められます。グッド不動産。